マグダレーナ宮殿は、スペインカンタブリア州サンタンデールにある宮殿。大西洋のビスケー湾とサンタンデール湾を隔てる、マグダレーナ半島にある。1909年から1911年にかけて、スペイン王家の夏の離宮として建設された。設計は、ハビエル・ゴンサレス・リアンチョとゴンサ・ロブリンガ・スベガ。1982年2月12日には、重要文化財に指定された。 サンタンデール湾越ゴシに見たマグダレーナ宮殿マグダレーナ宮殿はサンタンデール市議会によって建設されスペイン王アルフォンソ13世紀などのスペイン王家に贈られた建物である。ハビエル・ゴンサレス・リアンチョとゴンサ・ロブリンガ・スベガが設計を担当し1909年から1911年に建設された。建設資金は一般市民からの寄付によっている。 1913年8月4日には、アルフォンソ13世が初めてマグダレーナ宮殿を訪れた。スペイン王家は、毎年夏季に秘書のために、マドリードからマグダレーナ宮殿にやってきて、レクリエーションやスポーツ活動の基地として、宮殿を利用した。アルフォンソ13世はしばしばこの建物で、政府会合も行っている。1931年に、 スペイン第二共和制が成立し、アルフォンソ13世は国外亡命を余儀なくされたため、アルフォンソ13世が最後にマグダレーナ宮殿を訪れたのは1930年である。1932年にはマグダレーナ宮殿でサンタンデール国際書技大学の書技講座が行われるようになった。1975年以降のスペインの民主科技。 1977年にはバルセロナハクフ夫安でボルボンがマグダレーナ宮殿とマグダレーナ半島をサンタンデール市に返還した。1982年2月12日には重要文化財に指定された。1993年から1995年には改修工事が行われ、今日ではサンタンデール有数の観光地となっている。マグダレーナ宮殿は 節中主義建築であり、イギリスの建築様式、フランスの建築様式、カンタブリア地方の建築様式が組み合わせられている。二箇所に玄関があり、ポルチコを持つ北側の入り口は荷物用玄関、南側の入り口は正面玄関である。正面玄関には八角形の塔が二つあり、両サイドに玄関に向かう階段がある。建物の壁面は、 石室のスレートで覆われている。内装で特徴的なのは、ルイス・ベネディート、フォア・キン・ソローリャ、フェルナンド・アルバレス・ソトマジョールなどの画家の絵画が飾られた応接室である。傾斜がきつい屋根を持つイギリスの農村部を模した旧社群は、ハビエル・ゴンサレスでリアンチョの設計である。百三十二年に、マグダレーナ宮殿で、サンタンデール国際書き大学の書き講座が、 行われるようになると、旧社群は学生寮に回収された。2011年からアンテナさんが放送しているテレビドラマグラムホテルでは劇中に登場するホテルの外観にマグダレーナ宮殿が使用されている。ありがとうございます。